はい、どうもこんにちは、ボーデッペです。さあ来ちゃいましたここに来てしまいました。ただね、最近はそこまでね、ここで釣れてないんですよね。ただまあポテシさんとかね、ポテシさんなんかは結構冬場結構良かったみたいなんで、かなりね高確率で釣れる水路ではありましたけど、ということで一発目からブレーバーマイクロダウンショット必死です。これでダメだったキャロかな。そのまあ、明らかにこっち側にシェードが寄ってるんで釣れてもいいでしょうと。あとはねキャロとかネコリグとか、いろいろやることはあるとは思うんですけど、いやほんとね一撃で釣れるほど甘くないね、マジで。風がちょっと冷たいのかな。手前のね草がちょっとオーバーハング気味になってるんで、その下にこう入れてます。必死です。ちょっとこっちに来て釣れてないかな。一応ね、なんとか3匹は釣れてるんですけどね、今のところ。ただ、コバスね、うち2匹なんで、ちょっとね、まともなサイズが欲しいよねっていう感じで。でもどうなんだろうな。魚の状況がいまいちね、ちょっと、わかんないんだよね。本流の方がいいのか。あれ。結構ね、いろいろ沈んでて。まあね、ドピー缶なんで、シェード打ちの方がいいかなっていう感じではあるんですけどね。もう多分プレッシャーがね相当ここ蓄積してると思うんですよね。横トネもそうだけど、全体的にちょっと蓄積がひどいんじゃないかなっていう感じがするんだ。ちょっとここのねキワキワを丁寧にやってみて、ダメだったらこりゃ、もっと押するよって感じだね打つ手なしって。あとはね巻いた方がいいのか、打った方がいいのか、ダメだな。バスはいるはずなんだけどね、結構特にこのシェード寄りにすごくいると思うんだけど、ダメだな。なんでよ。はい、キャロ、3.5g キャロにジトレーター、ワームをもしかしたら変えたらいいかもしれないね。ビビビバグに変えようかな。キャロの具をビビビバグにしました。フックがでけえかもな。まあエビをね食ってるっていうのもあると思うんですよね。ダメだとしたらね猫だよね。ちょっとお気に投げました。確か結構ね沈んでんだよね沖側にね。だがしかし釣れない。やべえなマジで、なんでこんな釣れないの。魚に当たっただけ、ブルンってなってる。釣れねえな、本気で釣れないっすね。答えが見つからねえぞ。レアリスピンやってそんでダメだったら猫ですね。はい、レアリスピン、7g の方。意外と巻いてあっさり釣れるかもしれない。もうかなりのねハイプレッシャーだと思うんで、もうこういうのしか食わなくなってしまったか。
ッターもシャットだな。ガスとネコリブに勝てるな。おお、朝一新トネで3ジャンプ釣れて、で南水路で小バスに引き釣って、はい、こっち来て、はい、釣れない。マジか、ダメですか。ポテチさんこれからですか。今ここ2カ所目ですね、牛堀でちょっとやって、はいはい、で今イチキちゃんがよく最初の頃の動画で、はい、小バス釣ってたポイント水路あるんですよ、はい、そこちょっと見てみようと思って、はい、見に行ったけど、やっぱ今の時期まだ早くて田んぼの水流れちゃってるから、はい、魚入ってなくて、はい、で今もう3カ所目、はい、まだやったばかりですね。1時間ぐらいしかまだやってないです。甘いですか。それかもうここのバスたちはもう俺が相手にしてもらえないぐらい天才になっちゃったのかな。新見さんの大会で300人はえぐいな。300人やばいっすね。マジで？いや僕もあれですよ、本当ボトムアップか OSP かみたいになっちゃってますよ。川村さんはすごいっすやっぱり。なんで おっしゃ OK よかったやっと会えたよ、マスちゃん会えないと思ったよ、マスちゃん。よかった、ありがとう、マスちゃん。長かった。霞水系悶絶。はい、ドライブシュリンプのネコリグ。人がいるね。はい、ありがとうございました。なんとかね一匹釣ることができました。ただねそれ以上こうなんかバイトがねないんで、ちょっとですねまた場所を移動したいと思います。ではですね最後までご視聴誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。